どうも、ポッチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、龍が如くオンライン、奥義の確認をしていきたいと思います。はい。第2回。今日は、第2回だね。うん。今日は、防御の構えと防御陣について確認ですね。うん、そうですね。はい。やっていきましょう。はい。はい、じゃあ、うん、まあ、また例によって防御の構えからですか。そうですね、防御の構えからいきましょう。おい、はい、こんな感じ。はい、防御の構え、消費奥義ポイントが20ポイント、うん、で、迎撃部隊、自分の迎撃部隊の防御力を上げます、うん、はい、上げますね。はい、で、レベル1、うん、で、防御力 20% アップ、うん、レベル2、25% アップ、うん、レベル3、30% アップ、うん、レベル4、35% アップ、うん、レベル5、40% アップ、うん、なので、20% から 5% ずつ、そうだね、上がっていきますね。ほい。で、そうだね、レベル今5で組んでるから 40% 上昇、うん、ってなってます。これも5分間あ、はい、これも5分間うんですね。まあ、攻撃の構えの防御版ってことだよね。そう、防御版なので、攻撃の構えの時は襲撃部隊にの攻撃力が上がったんだけど、うん、防御の構えは今度迎撃部隊の防御力が上がります。はいはい、そうですね、そんな感じですかね。ええ、で、次は防御陣。防御陣、うん、次防御陣、うん、防御陣は奥義ポイントが35ポイント、うん、これも5分間、うん、連合の、うん、迎撃部隊の防御力が上がります。うん、はい。今レベル5で 15% になってるね。うん、で、レベル1だと 7% アップ、うん。レベル2で 9% アップ。うん、レベル3で 11% アップ、うん。レベル4で 13% アップ。で、レベル5で 15% アップになります。うん、なので、7% から 2% ずつ上がってるのかなってことだね。うん。でもこれがまた、ま、レベル5を20人全員が打ったら、うん、300% アップと。300%。カッチカチだね。そうだね。あ、これあれなんだよね。まあまあ、防御の構えで言うと、うん、まあ、もし20人フルの連合、まあ、20人のフルの連合って、うん、構えはあんまり打つことはないとは思うけど、あ、防御構えとかね、うんうん、とはいえ、まあ、フルで応援がされてると、うん、まあ、開幕で防御の構えと攻撃の構えの両方が打てる、うん、あ、打とうと思えばそうだねってなると、実質潜在開放しているのと同じ状況にはなる。自分の防御襲撃部隊と迎撃部隊がね、襲撃部隊と襲撃部隊は 40% 攻撃構えで上がるし、あ、攻撃構えね、うん、そうね、うん、で、防御構えで迎撃部隊の防御力が 40% 上がるし、そうだね、まあ、実質一人潜在解放を開幕からしてるようなまあまあまあ、そうだね、感じにはなるんってことだね、うん、で、防御陣に関して言うと、まあ、応援がある程度溜まってるとこだったら開幕で打てるってことですね。40。そう、40もし溜まってれば、まあ、開幕で35ポイントなので打てますね。うん、攻撃陣よりも早く打てる。うん。で、確か、あれだったよね。この前話したとき、前回の攻撃陣は 14% だったよね、うん。マックスで。そう、マックスが攻撃陣はレベル5で 14%。だから、ヒント。まあ、防御陣の方が 1% 多いってことだよね。そうだね。これ意外と、だからコストも低いし、1% 多い。多い。ただ、まあ、今現状で言うと防御陣って、
あまり使われてないことが多いかな。数値上はコスパも含め良いのに、うん、まあこれに関してはあれだね、まあ、でも奥義の特性というよりも、うん、まあ、貫通攻撃とか防御無視の攻撃っていうのが増えているために、うん、あとこの本当に固定ダメージとかもね、そうだね、あるので、ちょっと今防御陣、まあ、あんまり、まあ、防御構えもちょっと今使っているところが少ないかな、意外と少ないのかな、もしかしたらね、気はしますかね、はい、まあ、またこれがね変わって、あ、まあまあ、もちろん、もちろん使いやすくなってきたらそうだね、いいかなと。今これを収録してる最中に変わっていたりするかもしれないし。まあいつ変わるかわからないからね。そう、なんなら連合さんとかリスナーさんによっては使うけどバーカって言ってる方たちもね、本当にね、いらっしゃるかもしれない。使ってるところもあると思います。分かってねーなーっていうね、あれはあるかもしれないけど、うん、でもまあ本当にね、そういう意味ではね、使える人、まあ人は結構使えるのは事実ですからね、うんうん、まあそんなとこですね。はいはい。で今うん、出ているのが、まあ、レオのおすすめ？いや、おすすめではないね。ごめんね。そういう意味だと、おすすめで相当するのであれば、防御の構え、まあでも俺が持ってるキャラこのぐらいだからっていうのはあるんだけど、うん、まあ、伊達さんと祭り秋山さん、うん、祭り秋山さんはこの前の夏イベントで、配布とかで手に入ってる人は多いのかな、うんうんうん、とは思いますけど、はい、まあ、この2人は鉄板で強いのではないかな。そうだね、まあ昔お世話になった方すごく多いんじゃないかな、うん、多いと思います。伊達さんはまあなんかね、バトルスキルでも防御力上げてくれるし、うん、で祭り秋山さんはな、確かバリア1回張るのかな、うん、とかだったから、うん、強い気がしますね、うん、であと卑弥呼か。そうだね、卑弥呼もよく使ってたな、うん、よく使ってた。でこれに関しては卑弥呼は開眼すると変わっちゃうので。そうですね、開眼前ですけど、まま、これもかなり不死を与えたりとかするので、うん、味方に、うん、まあ、割と強かったイメージがあります、はい、僕は、はい、で、で、もう一つが、迎撃の方で防御陣ですね。まあ、いろいろな陣に関しては意外とこれ以外にもおすすめキャラクターはいっぱいいますね、うん、そうですね、うん、あのまあ言わずと知れた防御陣の筆頭っつったらレジェンドハルカだと思います、うん、これはもう全員開幕バリア張るっていう強技もありますし、うん、であとまあこれ3番目に来ちゃってるけど冴島さん、うん、冴島さんもね、まあ、これも古くからお世話になってる方は多いのではと思います、うん、途中でね、あのバリアをね、うん、3体に貼るっていうのもありますし、うん、で、あと、まあ、北村さんはちょっと使いどこがいろいろ難しかったりとか、まあ、今は結構あれかな、究極闘技で使ってる方の方が多いかな。あ、多いかもしれない、うん、そうだね。で、あとはあれかな、辻さんね。そうね、辻さんも、うん、全体混乱っていうのとか、うん、あとこの鳴海さんっていうのも、うん、まあ、この2人が並んでの全体混乱波っていうのもあったね、一世を風靡しましたけど、はい、であとはあれかな、この牧村と合田陣はの防御、ね、防御をカッチカチにしてくっていうバトルスキルで延々硬くなるっていうのはあったかな、ね、うん、であとは面白いとこだとまあここですよね、橘さん、ね、橘さん、うん、あと懐かしいなって思う人はこれかな。ああ、そうね、S ハルの熊切さんがかなり ね、あのかかってこいっつってターゲットを取るっていうので一世を風靡したのではっていう気はしますけど、うん、はい、まあそんな感じで、まあ、この辺がおすすめキャラではあるかな。防御構えと防御陣、まあ両ポチがね、うん、持っているあのキャラでね、おすすめというか、そうだね、うん、感じなのですが、うん、防御陣は比較的でもそうやって見てみると手に入りやすいキャラが多いのかもしれないね。そうだね、今あの今話に出さなかったけど、この冷麺も封印かけてみたりとかするんで、うん、で結構取りやすいのかな。そうだね、今にして思えば無料10連で出てくるから、うん、そんな気はします。はい、まあこんな感じでいいですかね。そうですね、防御構えと防御陣、はい、ちょっとは
確認になったかなと思います。言われてみて、俺も今改めて確認して、うん、あ、防御陣の方がバフ率高いんや。そうね、ちょっと高いよね。やっぱイメージと違うよね。攻撃陣の方が全然強いイメージがあったから、割と、うんうんうん、まあ、まあ攻撃陣と防御陣だったらね。そうだね、そうだね、面白いもんですね。はい、はい、じゃあそんな感じで今回の防御構えと防御陣の確認、はい、これでおしまいにします。はい、はい、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。